はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やっとですね、ジンくんの、シュポーチャンチ。はい、スーパーマグロ?スーパーマグロを見ていきたいと思います。収録よろしくお願いします。スーパーツナ、ツナっていうあれもなんか聞いたんだけど、行ってみましょうかね。もうね、めちゃくちゃ面白いですね、これね。なんか釣り雑誌、韓国って釣りがね、超人気っていうお話でもありますからね。ジン君も釣りが好きなのかな?行きましょう、Let's go! チャンチェ!これはちょっと踊らなきゃ。おもろ、すごっ。何これ、何これ、やばって。頭ぶつけた、やばっ。拳聞かせんのやばいな。もうなんかそのね、いわゆる向こうの歌謡曲っすよね、この感じね。でも日本にもありましたよ。多分日本とか韓国って結構その昭和の頃の1900何十年代の頃の楽曲の雰囲気って多分似てると思うんですよ。で、日本も韓国もなんか歌謡曲って結構人気じゃないですか。そのアイドルとかっていうカルチャーではなく、そもそもみんなそのマイクを持って歌いたい人たち。日本もカラオケカルチャーあるし、韓国も結構その、なんですか、アイドルっていうの普通に皆さん歌が好きな人多いじゃないですか。だからなんかそういう意味では、このスーパーチャンチは、なんかね、わかるっすね、なんかね。オットン・ハーリーって言ってる?どういうことだろう?なんでそんなに早く泳ぐんだいみたいなことですか、これは。もうほんとなんか、なんですかね、技術と才能の、使い方、もう完全に遊びに振り切るっていう、大好き。大好き。すごいね。すごいじゃん、ちょっと。お誕生日に、その、ファンの方たちに向けて、プレゼントっていうね。はぁ。エンターテイナーですね、ほんとね。センスいいですよね、こういうことができるっていうね。なんか逆にこう、血を出してこれるってすごいわ。現場からは以上です。大好き。同じやっぱ92年ライン、同い年なので、ジン君は。なんかもう本当に、めちゃくちゃ応援してます。K-POP 界のその92年ラインの方たちってね、ムンビョル氏とかもそうですけれども、なんかこう、ショノ君とかか。もうなんかみんな本当に、頑張ってるじゃないですか。
同世代として、同級生として、これからも応援していきたいなっていうところでございます。頑張ってください。現場からは以上です。めっちゃ楽しい。ありがとうございました。よいしょ。つい。